その在日の人たちが持ってる特別な権利っていうのは具体的に、何か教えてください。いろいろあるんですけどね、その中で一番その特権と申しますか、入管特例法という法律があります、日本には。で、これをなくそうというのが、在特会の目標なんですね。で、この入管特例法というのは、一言で言ったら、在日韓国人、朝鮮人が韓国籍、朝鮮籍のまま、日本に、それこそその、何十代でも、2世、3世、4世、5世、何世代でも日本にいていいですよと。こんなの他の外国人には認められてないんですよ。ですから、これをなくそうと言ってるのが、在特会ですね。彼らですね、日本に来た理由と言いますかね、日本になぜいるのかって、この根本的な理由があるんですね。在日が日本にいる根本的な理由っていうのは、強制連行されてきたわけでもなく、まあこれ強制連行と彼ら言ってますけど、徴用ですよね。イギリスなんかしょっちゅうやってますよね、こういうこと。で、彼らが日本に今現在も残ってる理由というのは、自分たちの都合で来てるんですよ。これを自由渡航と言うんですけどもね、自由渡航者として日本にやってきて、で、日本が嫌なら韓国へ帰りゃいいだけの話なんです。ところがその日本に居続けて、まあそれだけですよね。だからそこに差別がどうのこうのじゃないんですよ。で、ついでに言わせていただくと、在特会の究極目標である入管特例法廃止、これ一言に尽きるんですよ。で、入管特例法という法律が日本にあるもんだから、在日韓国人、朝鮮人が現在52万人です。52万から54万人ぐらいとしかいるはずなんですけれども、その彼らの法的裏付けになってですね、日本に入国して日本で住んでいいっていう法的裏付けがこの入管特例法なんですよね。ですからこれをなくして、他の外国人と全く同じに扱おうという目標です。もう今日本大嫌韓時代に向かいましてね、みんなが韓国嫌いだっていうようになった。もうそのね、世論を作ったのは我々であるっていう、その自負心だけは持ってます。その韓国を信頼できますかというアンケートに、信頼できないと答えたのは、半年前の世論調査の結果は 66%。これだけの人が韓国を信頼できないと答えてるんです。韓国と断交しようと訴えてるその我々のその言葉に対して、世論が少しずつ追いついてきたと、こう思ってます。